はい、室田です。今回はですね、ギターの練習方法がいまいちわからない方や、まあギター買ったけどね、何から練習していけばいいのかわからない方に、ぜひね、弾いていただきたいフレーズがあるので、それを解説していきたいなと思います。今日ね、ご紹介するフレーズなんですが、これをね、しっかり練習していただくと、まず左手が器用になりますね。左手が器用になるっていうのは、まあ、指が開くようになったり、指の分離ですね、各指がしっかり、独立して動くようになると思うので、今のうちにこの練習をしっかりしておきましょう。まあ、ギターで、まあ、コードとかあるじゃないですか。けどこれは左手がしっかり動かないとうまく押さえられなかったりコードチェンジできないんですね。なのでまず左手を鍛えるために今回ね、その左手を鍛えるためのフレーズを紹介させていただきますので、よかったら最後までご覧ください。はい、ではねフレーズの方を解説していくんですが、今回はね、皆さんにドレミファソラシドを弾いていただこうかなと思います。まあ一見ねドレミファソラシドってすごい簡単そうに聞こえるんですが、まあ確かにね今日ご紹介するドレミファソラシドはそんなに難しくないんですが、このフレーズを弾くにあたって気をつけてほしいポイントが3つあるんですね。で、この3つのポイントを、しっかりこなすかこなさないかで、後々技術の差がすごい生まれてくるので、しっかりこの3つのポイントも押さえた上で、練習していただきたいので、ぜひ最後までご覧ください。ではね、フレーズの方を解説していきます。まずですね、今回のドレミファソラシドなんですけど、かなり指を開いた状態での、ドレミファソラシドになります。まず5弦3フレット人差し指で、5弦5フレット中指で、5弦7フレット小指で、次4弦いきますね、4弦3フレット人差し指で、そのまま同じ弦で5フレット中指で、7フレット小指で、次3弦の4フレット人差し指で、そのまま5フレット中指で、そのまま次7フレット小指で、次2弦の5フレット人差し指で、6フレット中指で、8フレット小指、そして1弦の5フレット人差し指、そして7フレット薬指で、最後、1弦の8フレット小指。これで、ドレミファソラシドを2オクターブ弾いたことになります。まあ、弾いてみますね、ゆっくり。まあ、こんな感じになります。今ね、ドレミファソラシドを上昇したんですけど、次は下がっていきましょうか。ドシラソファミレドですね。まあ今も全く逆から弾いていけばいいので、1弦8フレットから全く同じ運指で、弾いてみましょう。1弦8小指で、7が薬指で、5フレット人差し指で、2弦8小指で、6フレット中指、5フレット人差し指、7フレット、3弦7フレットですね、小指で、5フレット中指、4フレット人差し指、4弦の7フレット小指で、5フレット中指で、3フレット人差し指で、5弦の7フレット小指で、5フレット中指で、3フレット人差し指、まあ、全く逆の順番でなぞっていけばいいので、はい。はい。ですね。今ね、ドレミファソラシドを弾いていただいたんですが、このフレーズを弾こうと思うと、指がね、結構開かないといけないんですね。で、これ、親指の位置がまず重要で、この、親指の位置が高いと、全然指が開かないんですね。まあ、実際やっていただくとわかると思います。親指がネックのこのあたりになると、全然指が開かないので、結構思っている以上に下に持ってきてください。特に手のちっちゃい方はネックのかなり下の方まで下げていただいて大丈夫です。で、あと、
このね、左の肘が上がりすぎないことですね。これ上がってしまうと、全くこの小指が届かないので、この肘が上がらないように。まあ、そうですね。この横腹にちょっとくっつくかくっつかないかぐらいがちょうどいいかなと思います。じゃあね、ここからですね、このドレミを弾くにあたって気をつけてほしいポイントを3つ解説します。まずですね、これ最終的にはオルタネートピッキングで弾いてください。まあ、オルタネートピッキングっていうのは、このダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップというね、交互に弾くことをオルタネートピッキングっていうんですが、これをね、できるようにまずなってください。で、こうやって、まあ、このフレーズはですね、1弦につき3音ずつなんで、弦が変わったら、アップダウンが交互になるんですね。最初は5弦ダウンからする、スタートするんですけど、次4弦に来た時に、アップから入ります。で、またダウン、アップ。そしてまた弦が変わったら、最初はダウンからになりますよね。で、アップダウン。で、また弦が変わったらアップになります。で、また弦が変わったらダウンになります。なので、このように、しっかりダウンアップで弾けるようになってください。特にね、ギター初心者の方はね、弦が変わった時にね、連続でダウンダウンって弾く傾向があるので、そこをね、注意しながら気をつけましょう。そしてですね、そのオルタネートピッキングを鍛えるいい練習があってですね、それは何かというと、まあ、ブラッシングのね、練習をしてほしいんですね。例えばね、こうやって軽く左手で弦に触れて、こういう音を、ね、出すんですね。で、右手をこうやって素早く上下にダウンアップで弾きます。まあ、これはあれですね。ギターで言うと、このストロークをしている状態。そう。ギターのストロークの練習っていうのも、こういうね、オルタネートピッキングの強化につながるので、ぜひね、しっかりやってほしいですね。なので、こういうブラッシングでの、このオルタネートのストロークをしっかりやって、で、オルタネートピッキングもしっかり鍛えてみてください。はい、次にね、気をつけてほしいポイントなんですが、これは左手のミュートになります。どういうことかというと、ドレミを弾くじゃないですか、まず。で、次、ファーの音を弾きますよね。で、その時に、この小指が弦から離れた時に、こう振動するんですね。これをすぐに止めたいので、この弦が変わった最初の1音目の指でさっきまで弾いていた弦に軽く触れて、すぐに弦振動を止めてあげてください。なのでこの人差し指はあまり指先で押さえすぎると5弦に触れられないので、結構ね、指の奥の方で押さえるのがポイントです。そうすると5弦に軽く触れられて弦振動が止まるので綺麗に弾くことが可能です。これをしないとこんな感じの音になっちゃいます。5弦がずっと響いた状態でファーの音を弾くことになるので、必ず弦振動を止めてください。で、そのためには結構指の深い部分で、押さえてあげるのがポイントです。ここで注意していただきたいのはコードを押さえるときっていうのは基本的に指を立てるんですけど、こうやってね、単音弾きで弾くときっていうのはね、こういうミュートをね、意識しないといけないので、思っている以上に指の奥で押さえます。コードのときは割と指先ですね。ここはちょっと勘違いしないように注意してください。はい、ではね、最後に気をつけてほしいポイントなんですが、これは右手のミュートになります。一回ね、悪い例をやってみますね。こういう風に右手を浮かして弾いてしまうと、弦全体が共鳴してノイズが出まくりなんですね。なので、これを消す必要があります。これはどうやって音を消していくのかという話なんですけど、これはこの肘の動きを使ってあげます。これね、ちょっと見ておいてほしいんですけど、ドレミファソラシドを弾きますね。肘がだんだん下がっていきますよね。そうなると、このね、徐々にね、この右手のミュートしている位置が下がっていきますよね。
つまり5弦から4弦に打った時はちょっと5弦に触れて、で4弦から3弦に移った時は3弦にちょっと触れて、で3弦から2弦に移った時は、ちょっと3弦に触れて、で2弦から1弦に移った時はちょっと2弦に触れているような感覚で少しずつずらしてあげます。これが、右手のミュートになります。で、どこで弦に触れるのかというと、これはピッキングフォームによるんですけど、基本的には親指のこのあたりになります。このあたりですね。このあたりで弦に触れて少しずつミュートしていく。けどね、これはかなり、繊細な内容で、ピッキングフォームってね、人によって結構違うので、一概にここでミュートするとは言い切れないので、こればっかりはね、その人のフォームを間近で見てみないとわからないです。なので、基本的にはね、まあ僕はこのあたりでミュートしてるんですけど、まあ人によってはこの主頭部分とかでミュートしている人もいるし、まあこのあたりでミュートしている人もいるし、なんかこのあたり全体でミュートしている人もいるので、まあそのあたりはね、割と人それぞれですね。はい、ではね、角度を変えてドレミファソラシドを弾いていきたいと思います。この角度だったら右手のミュートがよくわかると思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、こんな感じになってます。でですね、このフレーズの加工するときのミュートなんですけど、例えばね、これ1弦の8フレット小指からスタートしますよね。で2弦の8フレットに移ったときに、これね、小指がさっきまで弾いてた1弦をしっかりミュートしてくれてるんですね。なので、加工するときっていうのは、意外とね、そこまでミュートの意識は、その上昇のときよりはしなくていいかなと思います。同じように、これ2弦から3弦に移った時も、このね、小指で押さえに行った際に、この2弦が必然的にミュート状態になるので、まあ、上昇に比べると加工の方が左手のミュートはかなり楽かなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、ご紹介させていただいたフレーズなんですが、ただ弾くだけじゃなくて気をつけるポイントをね意識しながら、しっかり練習していただければ必ず上手くなるので、頑張って、ギターをね、まあ、楽しみながら練習していきましょう。もしね今回の、動画が良かったなと思われた方はグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。